さあファイナルクォーター、第4クォーターが始まります。攻守方向入れ替わり、合同チーム自陣29ヤードからセカンドアンテンで試合再開となります。試合時間残り10分。さあ中央にランプレーを入れた。キャリアは21番、右オフタックル付近をつきまして約6ヤードのゲインとしています。キャリア21番は三田松雲館高校、坂本、失礼しました、日浦。合同チーム自陣34ヤードからサードダウン4。さあ再びタイバックにタックス、中央突破を図りましたが、しかしこれは星雲ナイスディフェンス、フォースダウンに持ち込みます。合同チーム自陣36ヤードからフォースダウン2。フォーメーションをパントフォーメーションに変えました。陣地挽回を図らんとします。ここもすごいチャージをかけまして、このパントはハーフウェイ付近で外へ出す形になりました。失礼しました、ハーフウェイを超えておりません。星稜相手陣からの攻撃を得る形に成功しました。星稜高校の攻撃に変わります。星稜高校相手陣46ヤードからファーストアンテン。ここでホイッスルです。合同チームここで後半1回目のタイムアウトを取ります。合同チームこの攻撃シリーズをこの試合の勘どころと判断したようです。ここで一旦作戦タイムアウトを取り、選手の動きの調和を取ります。第4クォーター最終クォーターに入りましても、白熱した攻防が繰り広げられております。現在3点ビハインドを許している星稜高校、しかし相手陣に入ってからの攻撃に入ります。星稜高校相手陣46ヤードからファーストアンテン。星稜ここでハンドオフフェイから QB キープを展開しようとしましたが、合同チーム53番が見事対応しまして約4ヤードロス。素晴らしい反応しましたのは合同チーム三田松雲館高校53番の坂本。星稜高校ハーフウェイからセカンドダウン14。パス不成功。ここでロングパスを投じました。星稜高校ターゲット87番でしたが、これは、合同チーム28番見事にカバーしており、パス不成功に終わらせました。
素晴らしいパスカバーしましたが、力高校28番の宮村チームキャプテンです。星稜高校ハーフウェイからサードダウン14。さあこの14ヤードの攻防、どのような形になるでしょうか。さあクォーターバック下がり、さあ投じたパスはパス不成功。ターゲットは今度は13番へのパスでした。手には触れましたが、しかしこのパスキャッチできず、パス不成功でフォースダウンに変わります。取る際に相手選手が目に入り、キャッチミスにつながってしまいました。星稜高校フォースダウン14、パントフォーメーションを選択します。パンターは先ほど好パントを決めました8番の選手ノーです。そう、リターナー40番ボールをジャックルしましたが、自ら抑えております。攻撃権確保して攻守交代となりました。合同チーム自陣26ヤードの地点を確保しています。合同チーム自陣26ヤードからファーストダウン1回。さあランナー抜けた、ナイスファーストランニングアップ40番ハンドオフからカットバック、ヒヤリオフタックル付近バーンアウトして一気にオープンを展開し、攻撃権更新果たしています。合同チームファースト、見事攻撃権更新を果たしました。合同チームランニングアップは市立西宮高校40番の1位。しかしここで反則が発生しています。オフェンスの反則、イリーガルフォーメーションです。アメリカンフットボールオフェンスチームには定められたポジショニングがあります。この位置を守らずプレーを展開した場合は不正な体型の攻撃、イリーガルフォーメーションの反則となり5ヤード抜退となります。従いまして先ほどのランプレーは無効、5ヤード抜退しファーストダウンやり直しとなります。合同チーム自陣21ヤードの地点に下がりましてのファーストダウン15の状況で試合再開となります。さあ左オープンをついた、星稜ナイスプレーズ。今度はランニングバック21番にトスを投げまして左オープンへスイープレーを展開しました。しかしこれは星稜13番対応しまして、このランプレーによるゲインは2ヤードにとどめています。ここで負傷者発生のためレフェリータイムアウトが入ります。託されましたランニングバック21番は三田松雲館高校の日浦、これを仕留めました星稜高校13番は井上です。さあこの兵庫県予選本日の第1試合目、素晴らしい攻防戦がこの第4クォーターに至っても繰り広げられています。その得点差はわずか3点、タッチダウンでその点差優位が逆転できる状況にあってこの最終クォーターに入っています。現在はその3点リードにあります合同チームが攻撃権を所有しています。試合時間は6分17秒、この時計がなくなった段階で勝敗が決します。
さあ試合再開です。さあここでフルバックのダイブプレー、今度は右オフタックル付近を突き出して相手ディフェンスの裏をかきました。これにより約8ヤードのゲインを果たしています。そのランを決めましたのは合同チーム3打松雲館高校15番の松下。合同チームサーランファイ、ボールオンは自陣32ヤード。さあ中央のランプレーだが、これは星稜ナイスディフェンス、攻撃権更新させずに止めました。フォースダウンに持ち込んでいます。合同チームフォースダウン5、パントフォーメーションを選択します。ボールオン自陣29ヤード。しかしこのパントシチュエーション注目しましょう。このパントは陣地挽回となりまして、星稜高校陣35ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置で攻守交代となります。攻撃に変わりまして星稜高校の攻撃に変わります。ここでウォーターブレイクが入ります。さあこの白熱した攻防戦も残り時間5分を切りました。その得点差は3点。この差を最終的に保つか、あるいは覆した方がこの試合の勝利者となります。このウォーターブレイクの後攻撃権を得ますのはその3点ビハインドにあります星稜高校。この得点機を生かすことができるでしょうか。合同チームはこれをしのぎ、その状況をさらに優位にするでしょうか。さあウォーターブレイク解けます。試合再開となります。星稜ボールオン自陣42ヤードからファーストアウト。クォーターバック25番、中央付近にいましたワイドレシーバー87番にパス、これをキャッチした87番キャッチアンドランで攻撃権更新です。星稜高校ファースト。ワイドレシーバー87番の原田でした。これにより相手陣39ヤードに入りましたの星稜高校ファースト安定。中へ入ったレシーバーへのパスでしたが、このパスはジャクル、パス不成功です。ワイドレシーバーターゲット5番、プレッシャーからこのパスをキャッチできませんでした。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。まもなく試合再開となります。
星稜高校相手陣39ヤードからセカンドダウン10。ここでクォーターバック24番が通したロングパスを奪いレシーバー87番見事にキャッチ、大きく前進して星稜高校ファーストダウン獲得です。パスを投じたクォーターバック24番は畑、取りましたワイドレシーバー87番は原田。このホットラインが起動し一気に相手陣5ヤードに入りまして星稜高校ファーストダウン2ゴー。ここです、ホイッスル、イエローフラグ反則が発生しています。フォルススタート、不正なスタートをオフェンスが切りました。オフェンスの反則です。5ヤード抜体となります。アメリカンフットボールオフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。このスタートを乱したことにより反則5ヤードとなりまして5ヤード下がってファーストダウン2ゴールのやり直しとなります。ボールオンは相手陣10ヤードとなりました。さあ星稜ファーストダウン2ゴール残り10ヤード、クォーターバック24番右に自らキープするを見せて中央に入り込んできた35番にパス、35番これを見事にキャッチしエンドゾーンに駆け込んでタッチャー。星稜高校6点獲得、逆転となりました。そしてトライフォーポイントに挑みます。このプレーは失敗に終わりまして6点止まりとなります。しかし星稜高校13点、合同チーム10点、星稜この最終盤に入りまして逆転に成功しました。今度はこの3点の差を追いかけて合同チーム攻撃に入ります。序盤のミスから星稜高校常にこの試合は不利な位置にありましたが、ついにこの状況で逆転、勝利の権利を得る状況に持ち返しました。合同チームこれを跳ね返し再び勝利をもぎ取る状況に持ち込めるでしょうか。試合時間残りは2分38秒。試合は星稜高校のキックオフで再開となります。このキックはエンドゾーンに入りましてタッチバック、タッチバックとなりました場合にはボールオン相手陣20ヤードからの攻撃という形にこうボールは移されます。失礼しました、相手陣25ヤードの位置からの攻撃になります。さあ合同チームここから逆転の攻防を見せられるでしょうか。ボールオン自陣25ヤードから合同チームファーストダウン10。
スはどうか、パスは成功。ここで合同チームクォーターバック12番ワイドレシーバー10番にパスを通し、11番にパスを通し、約6ヤードのゲインです。パスを投じたクォーターバック12番は山口、取りましたワイドレシーバー三木高校の11番の井上。合同チームセカンドダウン4。さあここでテイルバックに戻して、右オフタックルへのパワープレー、見事攻撃権更新としました。合同チームファースター、ここでホイッスル。ここで合同チーム後半2回目のタイムアウトを取ります。残り時間は1分47秒となりました。このタイムアウトの残り数も非常に重要な状況になってきました。合同チームのタイムアウト残りは1回。星稜高校勝利に向けんと大くらいを放しました。さあ勢いに乗るでしょうか星稜、そしてそれを跳ね返すか合同チーム。ボールオンは自陣37ヤードから合同チームファーストアンテン。さあミスがした。さあコーターバック抑えているがどうか、右オープンをランプレーで突破を図りましたが、しかしこれはディフェンスの集まりがありまして、約結果的に5ヤードロスに変わりました。現在審判団の判断でタイムアウトが入っております。あるいは合同チーム最後のタイムアウトを使ったかもしれません。判定の確認ができず申し訳ないです。現時点で画面上は残りタイムアウトありという形でそのまま試合を撮影させていただきます。試合再開です。合同チームセカンドダウン16。ターンオーバー。ここで合同チームトラブル発生、ハンドオフの際にボールをロストしました。このボールを抑えたのは星稜高校30番。抑えました星稜高校に攻撃権が移ります。投手交代、ターンオーバー。先ほどわずかに場が乱れた、その空気の乱れでしょう。ここでトラブルが発生しました。そしてこの隙を逃さず抑えたのは星稜高校。星稜高校攻撃権を奪いましてファーストダウンに入ります。2ラウン、時計を回します。あえて膝をつきランプレーとして扱いました。ここでホイッスル。ここで合同チーム後半最後のタイムアウトを使います。これで合同チームのタイムアウトはなくなりました。
タイムアウトを取りまして試合再開となります。星稜高校ボールオン自陣35ヤードからセカンドダウン15。2ダウン時計を回します。フォーメーションもプレーをせずビクトリーフォーメーションを取りました。時計回ります。合同チームに時計を止める手段は残っておりません。ここでホイッスル、レフェリーによるホイッスルによる試合中断がされております。星稜高校に負傷者が発生している模様です。残り時間がない状況でオフェンスチームが負傷によるタイム、レフリータイムと入りました。これが故意であれ何であれ試合時間残りない状況ではオフェンスチームの過失という扱いになり10秒減算となります。従いまして試合時間残り49秒で試合再開となります。さあ試合再開となりました。星稜高校ボールオン相手陣41ヤードからサードダウン21。試合時間残りまもなく35秒を切ります。星稜ビクトリーフォーメーションを取りました。2ダウン時計を回します。まもなく残り時間10秒を切ります。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして星稜高校13点、三高合同チーム10点で星稜高校の勝利となりました。双方とも素晴らしい戦いを演じました。最終的に勝利しましたのは星稜高校でしたが、しかし試合を終始優位に進めていたのは三高合同チームの方でした。合同チームは普段からそれぞれが分かれて練習しているため、この試合に応じての練習そしてコンビネーションがほぼ取れません。しかしその状況にありながら見事に戦い抜き、あわや星稜高校に勝利戦という素晴らしい戦いを見せました。ナイスゲームでした。
そして星稜高校も非常に厳しい試合展開になりましたが、最終盤見事なプレーを決めまして勝利し、この春のシーズンを素晴らしい形でこの試合を終える形になりました。ナイスファイトでした。三高合同チームも厳しい状況、しかし3チーム力を合わせて見事に奮闘しました。ぜひ秋に向けてチームを再編成し、再びその勇姿を見せてください。応援ありがとうございました。ありがとうございました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪する愛とはの悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間をも踊り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは幼少期に名をとどろかせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てにこの次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑む機会を得られなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この2023年餓死に昇誕を強いられたこの若者たちは、しかしこの春、開花開校の春を謳歌しております。その果てにその本会の時を遂げること迎えることができるのは果たしてどのような強者となるのか、その光景を楽しみとしつつこの試合の配信を終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。この後チャンネルの URL 投稿サイトを変えまして、再びこの後に行います第2試合を配信させていただきます。本日の配信は月曜からパー私の弟子筋であります月曜からアメフトのパーニーからの依頼で、高校アメリカンフットボール協会の許可を得まして配信をさせていただきました。その配信をしましたのは私道楽屋リチャでした。またお会いしましょう。それでは失礼いたします。